はい、今日は、ニューバイクをですね、購入しまして、今あのトランポとしてね、活用できるようにあのエブリーでね、今バイク屋さんに向かってますけども、まあ、GSX-S7 班でねお世話になった店員さんとあれからねご縁があってちょっと仲良くさせてもらってまして、この前ねあのちょっと遊びに行った時に、実は、出物のね、バイクがありまして、ちょっとまあ探してたということもあってですね、交渉の末ですね、なんとですね、現状販売という形でね、購入することができまして、通常よりね随分安くねあの手に入れることができそうです。着きました。どかず閉店してるけどね、開けててくれてるみたいなんでラッキーです。ありますね。うん、汚れてます。あ、本当だ。まあでもこれは多分ブラッシングすれば落ちると思うんで。埃？埃。いいね。出た。かっこいい。いいっすね。なかなかノーマルでもいい音しますね。そうっすね。テムジン、Get ready. 完全テムジン。OK、倒立だし、125のくせに倒立っていう。意外と加速良かった。良かった。これカブのエンジンなんでしょ？カブ系ですね。カブ系なだけであれか、4速。確か4速だよね。はい、ということでね、グロム、今受け取ってきました。まあトランポでねちょっと積み込んで自分でね登録してこようかなと思います。いきますかね。いいよ。はい、今ね、グロム受け取ってきましたけども、今回はねバイクのその整備関係はちょっとやってなくて、あの現状販売っていうことでね、受け取ってきました。うん、とりあえず納車整備はねしてないんですけど、実は、2018年式の600キロぐらいなんですよね。だからもうほぼまあ悪いところは出てないかなと。ドッカーズさんがね、仕入れてきたものなんで、まあ、多分バッテリーが上がってて不動車になってたらしいんですけどね。うん。ところどころちょっとね、錆びてるとことかがあったんで、まあ、その辺はね、ちょっと磨いたりとかして、綺麗にしていきたいなと思いますけども。いや、ちょっとまたがってみましたけどね、足つきが最高によろしいですね。うん。まあ、月間125ってことでね、今後ちょっとまた、活躍させていきたいなと思っております。WR でちょっと林道行くっていうことも考えてたんですけど、まあちょっとね、まずグロムでね、足つきの良いバイクで、まあいろんなところ探索しても楽しいかなと。で、こうやってね、トランプを気軽に、車にね、乗せられるんで、うん。非常にね、なんだろうな、
フットワークが軽いバイクなんでね。こうやって軽に乗せればね、高速も移動できるわけですし、まあ、ちょっと行った先でね、遊べるようなバイクってことで、なかなか利用方法はね、たくさんあるかなっていう感じですね。で、あと燃費がね、なんか相当いいみたいなんですよね。なので、まあ、通勤バイクとしてね、都内移動でもね、かなり使えるんじゃないかなと思ってますけどもね。いや、楽しみですね。グロム、まあ、ミニサーキットとかもちょっとこれでね行こうかなと思っております。ようやくつなぎのね活躍の機会が、出てきたかなというような感じで、ということで、今日のところはね、まあ、まだ登録がされてないんでナンバーもまだ取得してないんでね、ちょっと空いた時間で登録していきたいと思いますけども、まあ、言うなればですね、4月の今末の近いですけども、平成最後のね、バイク納車ってことで、やっていきたいと思います。おかげさまでね、100回までね続けるモチベーションをね、与えていただきまして、視聴者さんもね本当にありがとうございます。100回ね、1年ちょっとなりますけど、1年半少しかな、なりますけどね、いやいやいや、よくここまで続いたなと思いますけど、まあね、本当いろんなね、この YouTube 動画やるようになってね、バイク関係のこといろいろ変わりまして、すごくね、やってよかったなって思いますね。今までね結構漫然と走ってるだけだったんで、仲間もね本当いませんでしたし、一緒に走るね、それがね運転様代わりして非常にありがたい限りでございます。
いやグロムねこれいいですよ、うん、今日初めて乗ってますけどね、まあ倒立フォークでね結構ね動くんですよちゃんと、うん、ギアサスは結構しっかりしてる感じですね、うん、かなり硬いけどそれがねこれは意外とこのトルクフルのね 9.1 馬力だったかな 125cc なんですけど、非常にいいトルクというか125にしてはかなりねいいアクセルの突きを見せてくれますね。この大きさでこの走りっていうのはなかなかいいですね、うんうん、まあ各所ちょっとサビがねあるんで保管状態があんま良くなかったのかもしれませんね。まあそれはちょっと磨いてね今後やっていきたいと思います。まあ600キロなんでねちょっとここも傷んでないと思うんですよね。まあ元フィールドドッカーズ東京さんをね信用して現状販売そのまま購入させていただきました。なかなかいいっすよこれ本当に吹け上がりが結構いい。日清のね赤いブルーシャリがいいですし、まあ、ディスクが結構錆びてるんだけど、ディスクブレーキディスク磨いてやんないとダメだ。まあ後でちょっとじっくり見てみましょうね、うん、いやーそれにしても今日はあったかいな。久しぶりに夏日だこれは、うん、このなんかレモンイエローみたいな感じの黄色がのかなビビッドな色黄色でね可愛らしいですね。でもこれワンツーファイブにしてはね非常に豪華ですよね。メーターがねデジタルで結構情報量多いですよ、うん、ガソリン燃料系タコメーターねで、まあ、スピードデジタルの時計という感じで、うん、タコメーターがついてるのはいいですね。セレクトトリップ A、B状態ブレーキもね結構ちゃんと効きますね。前ブレーキ後ろブレーキ、うん、これウインカーのねスイッチの位置がおかしいんですよ。なんでこうしたんだろうな。コーンがここになってて下がウインカーになっててちょっといつもの癖だとねコーン鳴らしちゃうんですよ。3速ぐらいでとりあえず街乗りは音足りてますね、うん、タバコライダーよいしょ。はい、ホンダグロムね、うん、なかなか見た目もかっこいいよね、ちっちゃいながらね、ちょっとデッキつけてみようか。エンジンかかんないかな。こういう感じですね。LED。よいしょ。でね、まあ、倒立フォークが、これなかなかいい動きするんだよな。見てんな、結構保管状態あんま良くなかったのかもしれないな、まあ、このサビはちょっと落とせるだけ落としてみようかな。外装はね別に悪くはなってないと思うんだけどね、まあ、この辺のねあれ造形もなかなかいいっすよね。
後ろのサビがやばいな、うん、なるほどね。ちゃんとねこの辺も塞がってて、うん、高級感あるっすよグロン、うん、いやこの形はねなかなかいいっすよ、かっこいい。まあ、カスタムパーツもね結構いろいろ出てるっていうことで、うん、今後ちょっといろいろとね、まあ、いじっていきたいかなと思いますけどね、うん、それではね、まあ、このグルム今後ともねいろいろと活躍させていきたいなと思っております。まあいろいろとちょっとねサクッとかこれで行ったら面白そうなんで、できればそんなこともしてみたいかなと思います。それではね、ご視聴いただきましてありがとうございました。また、このチャンネルでお会いできれば幸いでございます。では、ありがとうございました。